ということで、15年ぶりにベイトリールとロッド買いました。ゾーディアスってやつですね。それとあとバスライズ、シマノの一番安いレッドベイトリール、これ買ってきました。なんだっけこれ、なんとかジュニア買ってきました。バタバタ系で、このエンジンブレーキがあるから、これをちょっと強めに8ぐらいにかけて、15年ぶりのベイトリール初めて、多分超バックラッシュしてる。うわ、すごい動きしてる。はい、ということで今日はゆうちゃんもいますね。ゆうちゃん、はい。今一生懸命結んでるの。一生懸命結んでるんだね。頑張ってください。やってないと下手くそになるんだよ。久しぶりだもんね、釣りね。そう、もう2年ぶりぐらい。本当それぐらいぶりなんだよね。1回目はね、絶対にね、すっ飛ばすのは知ってるから下手くそになってるからね、安い100均のやつでいいんだよ。頑張りました。なかなかいい動きしてる。なかなかいい。あ、本当だ。ジャブ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 。わかりますかね。おお、すごいね。はい、ゆかちゃん、初めてのベイトリールということで、はい、すごいですね。初めてということで、ここが、うん、カチャだね。そう、カチャってやって、それで投げるときに、投げるときにそこを離せばいい。これね、うん、で、10にしてあるからね、ほぼ10になってるから、多分、抑えな、本当は落ちるときに抑えないといけないんだけど、多分大丈夫だと思う。一応抑えるっていう形で、うん、これね、うん、そう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 、初めてのベイトリール、ヒュッて投げる。上に向かって、ちょっと上に向かってヒュッて、うん、はい、あれ、糸やばい、やばいね。これがね、バックラッシュってやつ。やばいやばい。そうそう、これこうやってバックラッシュになっちゃう、あ、みんなに気をつけてって言われたやつ。そう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 、これね、こうなっちゃうんだよね。やばいじゃん。そうなんだね。これバックラッシュっつって、こういう風になっちゃうの。あ、そんなんでバグって食っちゃうんだからね。どうする、これ練習しといてさ、ゆかちゃん、あそこ行こうよ、また連休明け、ゴールデンウィーク明け、カンツリー、そう、カンツリーで釣れちゃう、多分これで練習しといて。え、これ難しい。大丈夫大丈夫、軽くやれば大丈夫だよ。今10にした、パパ8ぐらいになってた、今エンジンブレーキが抑えて、うん、抑えて、で、投げるときに離す。なってないね。なってないけど、うん、そう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 、それでいい、それでいい、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、そうそうそう、これみんなで練習しよう、少しずつ。今日は、うん、練習みたいな感じで。そう、練習だからね。そう、練習だよね。そう、初めて、うん、そう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 、ママも後でね、ママさんもゆかりもゆうたも、はい、はい、後ろ見てね、はい、はい、うん、なっちゃったね。なんで？なね、ちょっと難しいんだね、最初はね。パパ、お手本です。え、じゃあ、もうちょ、待って、まずどうするんだって。もう一回ね、はい、で、うん、投げるときに、うん、え、投げてる途中は抑えなくていい。投げてる途中は抑えなくていい。もう一回、うん、で、うん、うん、今10だからバックラッシュなんて本当はしないんだ。本当はしないっつったらちょっと失礼だけど。した人。これバックラッシュした？あれしない。こっちのね、何ブレーキっすかな。こっちのあのブレーキで、あの、もっと強くした。あ、本当。うん、ほら見て、ママ、ジャブジャブしてるよ。ジャブジャブしてるよ、ほら。うれ。
白いよ。はい、練習2回目、ピピあ、でもまだ可愛いもんですね。ゆかりんよりも全然。どう？爆発してる？してない。ぐちぐちになった？なってない。で、これは親指ここの辺に座ってやったやつ。いいな、何食べる？次にはひねり揚げ。釣りにはひねり揚げという。美味しいよね。うん、いいね。美味しい。他に食べる。うん、食べる。うん、パワーコ。ユーチューブにあげてくる。うん。ゆーちゃん。あ、してない。まあすぐそこだからだけどね。パパなんかさ、うん、中学生の時なんかさ、うん、ビールの性能がそんなに良くなかったから、うん、シマノのバンタムとかさ、うん、なんか一番最初買ってやったんだよ。うん、バックラッシュやってもぐじゅぐじゅになっちゃってどうにもなんないんだよ。本当ね、うん、ビートなんか持ってってるわけがないんだよ、うん、中学生ぐらいで、うん、ね、うん、釣り具屋なんかないんだから自転車で行ってっから、うん、近くになんかないんだ、うん、もうぐちぐちで絡まり合っちゃってダメなの、うん、ダメなの、うんうん、服とか、うん、どうしたと思う。へえ、ぐちぐちで絡まり合っちゃってダメなの。だけどそれでもやったってことでしょ。やったの、釣りをしたの。へえ、どうしたんだろう。パパはダメなところ切って、うん、残ってる糸、うん、に落ちてる糸を拾って、うん、結びつけて、うん、巻いて、うん、すごくない？釣り場に落ちてる。それで足りるんだ。つないで、足りないけどどうにか垂らしてやった。すごいね。ここまでしてやったね。中学生の時は。ほんと、うん、すげえ。バクラッシュする？ママしない。お今のちょっとドヤ顔だったよ。うん、しない。ユータも投げて。おー、怖い。怖い。大丈夫だよ。もうちょっと離れて。もっと離れて。いや、はい、そのぐらいで。お、どうだ。若干なった。だけどね、今日はね、絶対釣るぞっていうよりもね。今日はもう、練習。そう、まったりね、うん、まったり練習。そう、ドライブがてら来たから、うん、そうそう、ドライブがてらもね。そう、ね、だいぶ投げられるようになった。だいぶ投げられるようになった。すごいね。はい、ということで、はい、ということで、時刻は今もう5時40分ぐらいかな。はい、寒くなってきたね、やっぱり寒くなってきましたね、うん、はい、ということで、ゆうたがだけど結構楽しそうです。あ、まだやってる。投げられるようになった。ほら、投げられるようになる。ベートあんだけ投げられるようになればね、すごい。初めてでこんだけ投げられれば大したもんですよ。親バカな発言かもしれません。ゆかりんとママはまだまだですね。まだまだですね。これから修行でございます。修行が、修行が必要です。はい、それでは、はい、撤収。